はい、どうもカオスマイスターと申します。本日はねポケットモンスタースカーレットバイオレットのランクマッチをやっていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。お相手はトウツキさん。トウツキさんのパーティーは、ニンフィア、トドロクツキ、ウォッシュロトム、鉄の毒が、これはセグレイブ、アーマーガー。なるほど、セグレイブめちゃくちゃきついな。初手どうすっかな。初手とどろく月から投げて亀田光輝で羽ばたく髪いっていいかな。これはモスバーガーはどうか、ワンチャンあるっちゃあるか。モスバーガーにするわ、羽ばたく紙じゃなくて。はい、これでいきます。さあこれはね非常にまずいんですよね。さあはい、トウツキさん対戦よろしくお願いいたします。さあ、初手はセグレイブからクローン。こっちはトドロクツキ。これはね相手突っ張ってくるか。ちょっと見たいね。ここ素早さで勝ってるから一回トンボ返りしますわ。トンボ、うわ、何これ結構柔らけえな。あ、直帰かこれ。コータス松本を投げますわ。ここで竜の前は絶対押せないはず。つららばりだと思うわ。たすきかじゃあ。ここあくびから入ります。地面テラスを切ってくるのか。地震、おっと相手冷静だ。これは耐える。急所、まあ、ふざけんなよマジで。これはしょうがねえな。これはしょうがねえ。タスキなんだよね。これはねきつい。マジカルシャインやるしかないよな。初見突撃、あでもこれをやってくれたってことはぶち殺せるわ。マジシャア、ただ相手の後ろになんだっけ、まだわかんない。もうこっちの方が不利なんですよね。数的有利はあれだけどみんな削れてるんで、先制技持ちがいたら轟き尽きて倒さなきゃいけないんですけど、これきついわ。地震急所はマジで大誤算だわ。あれがなかったらねいけるんですけど、これ悩んでるってことは何だろう。とどろく月、あ絶対これ相手テラス切ってきますよね。相手のとどろく月がどういう方なのか。ここ絶対相手テラス切ってきますよ。テラス切って竜の舞か。いやもうマジカルし、いやーこれ厳しいな。とどろくつきって今なんだろう、飛行テラスタルとかが多いんかな。いやもう炎の前打つわ。いやーやっぱりテラスは絶対切ってくる。何テラスなのこれ、何テラスだ。
なるほど、毒テラス。毒。この舞。これで竜の舞をやられるとめちゃくちゃきつい。うわ、竜の舞だよね。そりゃそうだよね。これで抜かれてる。ああ、そういうやつか。次は絶対殴ってくるんで、これはね、炎の前で地獄好き。はい、日差しが元に戻る。竜舞。これはきついんだよね。これはもう地震をやるしかないわ。これはどうでしょう。相手の轟き付きがすんごい体型に振ってる方だったらワンチャンこっちの轟き付き、おーって引っ込める。ロトム、なるほど。相手視点ボルチェン、相手視点ボルチェンが大安定だよね。ここはもうね、これきつい。いや、もう一か八か、ボルトチェンジ読みで、いや、もうコータス投げるしかねえわ。ここは相手視点もボルトチェンジがすんごい、なんだろう、大安定。鬼火、危ねえ。まだあるぞ、まだあるぞ。ここ、とどろく月にバックします。スバック。相手ここボルチェン、もう一回鬼火は絶対押せないはず。ここで鬼火だったらもう天才ポケモンプレイヤーだわ。イカ様、おっけっけ。ここでじゃあもう、テラス切ります。ドラゴンゲギリンで。もう相手にフェアリータイプいないんで、でロトムにはっきり言って気合の助けを持たせるなんていうプレイヤー俺知らない。もしそれがあったとしたらもう天才ポケモンプレイヤー。ゲギリンこだわりハチマキぶっぱでぶち殺す。で相手の轟き付きは絶対に最速じゃないんですよ。なぜかって言ったら食べ残しを持たしてるから。食べ残しを持たしてるってことは HP とか防御とかに絶対耐久ぶりなはずです。さあゲギリンぶっぱでぶち殺します。攻撃だよね。 OK、 この時点でもう最速じゃないってことは分かった。はい、 OK、 危ねえ。いや、これはいい試合だった。一歩間違えればほんと負けでしたね。これはいい試合でした。はい、はい、すごくいい試合でした。これがカオスマイスターのポケモンバトルです。トウツキさん、対戦ありがとうございました。いや、これはいい試合だわ。それではね、トウツキさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、京都福寿園伊右衛門入れたてのような緑味香り緑茶2リットルを飲みたいと思います。いただきます。うまいわ。明日は武藤圭司選手の引退試合です。俊道くんから3万500円をもらう、ジェルボールを買う、そしてトイレットペーパーを買って、シャバシャバの溶液を買って、サンポールを買う。以上、カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれ、バーイ。